レベチで可愛すぎ、ゆうちゃみ、ギャルテイスト全開の浴衣姿に反響、彼氏とデート行き、トイレ、ギャルタレントのゆうちゃみ、21日31日までにインスタグラムを更新、ギャル味あふれる浴衣姿を披露した。25日に生放送された、天神祭生中継2023チルダ復活、何は彩る夏花火、テレビ大阪にゲスト出演したゆうちゃみ。この日の投稿では、天神再生放送ありがとうございました。小さい時から見てたから超嬉しかったと綴り、番組出演時の浴衣ショットを公開。赤を基調とした浴衣、花飾りをつけたアップや、パステルカラーのネイルや赤リップがポイントな華やかなメイクで、ゆうちゃみらしいギャルテイスト全開の浴衣姿となっている。ゆうちゃみの華やかな浴衣ショットに、ファンからは、むちゃくちゃ可愛い、浴衣姿は映えますね。浴衣姿レベチで可愛すぎ、ゆうちゃみは浴衣着てもギャルそのものだね。この浴衣めっちゃ似合ってるし、色素的やん。彼氏とデート行き、トイレと様々なコメントが寄せられている。レベチで可愛すぎ、ゆうちゃみ、ギャルテイスト全開の浴衣姿。